サンバレンティンは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。馬名はアンデス産無役パタゴニアアンデスの最高峰であるサンバレンティンが由来となっている。半姉にオーバーザウォール、全弟にインティライミがいる。2004年3歳児の7月10日に阪神競馬場で行われた未勝利戦でデビューしたが11着だった。 そして次のデビュー2戦目で初勝利を挙げた。しかしレース後は休養に入った。2005年、この年は9戦して3勝を挙げ、12月には重賞初挑戦となった中日新聞杯に出走したが7着だった。オープン馬となるまでに5戦して、そのうち中京スポーツ杯と大阪スポーツ杯を制し、休養に入った。 10月の富士ステークスで実戦復帰を迎えたものの7着だったが、次の福島記念を制して、重賞初勝利を挙げた。しかし続く、ナルオ記念は11着という結果に終わった。この年は、重賞戦線を走り、5戦目の七夕賞を制して、重賞2勝目を挙げた。しかしその後4戦は大敗が続いた。この年初戦のアメリカジョッキークラブカップは6着だったが、 続く京都記念は12着、中京記念は12着、大阪、ハンブルクカップは5着、天皇賞では10着と前年後半に続き、不審が目立っていた。4ヶ月の休養の後、9月15日の朝日、チャレンジカップでの5着を最後に現役を引退、10月22日付で JRA 競争馬登録を抹消され、現在は北海道苫小牧市にある、 ノーザンホースパークで乗馬としてつなぎをされている。ありがとうございます。